白が200色のアンミカさん、黒は300色あると主張するということで見ていきたいと思います。皆さんは白色が何色あるか知ってるでしょうか。まあ、白にもね、白だったりホワイトだったり、あとは黄色がかった白だったり青がかった白だったりの種類があるそうで、通販番組の女王アンミカさんによると白は200色あるそうで、このアンミカさんの白って200色あんねん、こちらの発言が2021年に放送された人志松本の酒のつまみになる話で、アンミカさんが出演し、トークテーマが鼻につかない程度の自慢話になったそうで、その際にアンミカさん、ちっちゃいもののいいところをコップ1個でもタオル1個でも探すのが好きと話し、それを聞いた千鳥ノブさんが、手元にあったそのタオルも褒めれますかと聞いたところ、白って200色あんねんと発言し、まあ、このアンミカさんのね、意外性のある返しが定期的に SNS でも切り抜き動画だったりがバズったりするんですが、まあ、本当かどうかわかりませんが、あ、白って200色あるんだとね、このアンミカさんの発言で知ることができたんですが、そんなアンミカさん、どうやら黒についてもね、言及したそうで、それが1月5日に放送されたダウンタウンデラックスですね、2023年最強運ランキングの中でアンミカさんの番になり、アンミカさんの白の200色の話になったんですが、その後出演者のあのちゃんが、僕は白より黒の方が好きで、黒はさすがに一色ですよねと聞いたところ、いい質問です、黒は全ての色を煮詰めると黒になるので黒は300色あると言われていますと回答し、まさかの白よりもね、黒の方が多かったということで、もうこれにはね、アンミカさんの名言がまた増えたと話題になっているそうです。はい、黒ってね、300色あったんですね。まさかの白をね、超えてきたということなんですが、まあ、その後、例えばとして、カラスの濡れ場色というね、黒色だったり、漆黒というね、黒色を紹介していて、ここでもとっさのコメント力をね、発揮していましたね。もうこれにはね、ネットも、白超えてきて草だったり、これは白黒はっきりできない、といったコメントがされていました。まあ、本当にね、白が200色、黒が300色あるのかわかりませんが、もう詳しく知りたければ、アンミカさんのね、講演会に来てください、とおっしゃっていましたね。講演会に行けばね、白200色、黒300色を全てね、教えられるんでしょうか。ちょっと怖いですね。ちなみにどうやらアンミカさん、2022年の6月にインスタグラムに投稿されたバービー人形をアンミカさん風にメイクするという動画のリプ欄に本人が登場し、その動画に対し、すごいです、ありがとうございます、バービーになりたかったので嬉しいです、ちなみに黒は300色ですとコメントしていて、もうここでもね、黒は300色あると主張していたんですね。さらにどうやらアンミカさん自体も増えるそうで、2023年1月3日に放送されたここにタイトルを入力という番組でアンミカさんがね、5人に増殖したそうで、アンミカさんも5人いたんですね。まあ、こちらはどうやら、まあ、バラエティ番組のね、企画ということで、年末年始特番の収録が集中する時期で出演者のブッキングができていないという設定で、ひな壇を全員アンミカさんにするという解決策で収録するというね、企画ですね。そのためアンミカさんがね、5人に増殖したり、さらに観覧席もほとんどアンミカさんになるくらいアンミカさんね、増殖したそうで、まあ、ちょっと意味はね、わからないと思うんですが、こちらのここにタイトルを入力という番組と、先ほどのね、ダウンタウンデラックス、FOD だったりギャオで1月中旬までね、見逃し配信できるんで、まあ、気になった方はね、そちらを見ていただければわかると思うんですが、まあ、Twitter のね、サジェストも、アンミカと打つと、アンミカ5人だったり、アンミカ黒、アンミカ白といったね、よくわからない状況になっていました。まあ、白は200色、黒は300色、そしてアンミカさん自身も増えるということですね。はい、といった感じでね、もう白200色で結構ね、驚いていたんですが、まさかの黒はね、白を超える300色だったんですね。もうまだまだね、知らないことがたくさんあると感じさせられたんですが、もうアンミカさんの講演会に行ったらね、色の概念が変わるかもしれませんね。お気に入りのね、白色と黒色見つけてみてはいかがでしょうか。以上です。